日本最大級の野外ライブ A ネーション、 ABEX のアーティストが一堂に会する絢爛豪華な舞台である。仕掛け人は ABEX グループホールディングス社長松浦正人。音楽業界の慣習を打ち破りヒットを放ち続けてきた。要するに業界の常識が ABEX の非常識、 ABEX の非常識が業界の常識が、まあ本当にそうだったかもしれないぐらいね、あまりにも無知さに笑っちゃいましたこれ。起業からわずか21年、一大エンターテインメント集団を築き上げた。唯一無二というか他にはいない存在なんで、やっぱり運命的な出会いですし、もともと僕も松田さんもその高校生大学生の頃に知り合ってるんで、なんか運命的なものを感じるというか。歌詞レコード店のアルバイトから身を起こし、夢への階段を駆け上がってきた松浦。むさぼるように聴いたダンスミュージックが奇跡の扉を開く。林と俺が座ってこの辺にテレビやったのかな、なんか座り込んで、レコード会社なんてやれたらいいよねって言ってたんですからね。この部屋で、この部屋で全くだからレコード会社ができるとは思ってもいなかったわけです。90年代松浦は躍進する。最先端の音楽を引っ提げ、ムーブメントを巻き起こしたのである。そのサウンドやダンス、ファッションまでも時代のトレンドとなった。そして21世紀、エンターテインメントの在り方が大きく変わり始める。時代の半歩先を進む松浦、その日常にカメラが迫った。仕事が遊びで、遊びが仕事。見てるつもりが見られてんのかな。そういうことだ。4ヶ月間に及んだ密着取材、松浦の知られざる素顔が明らかになる。さらに健丈徹との対談。自分の欲望の上に生み出された作品がものすごいマスにセールスするってことが僕の一番の快楽なの。絶対に何か新しいこと言うと文句言うやついるし、あんなもんダメだとか必ず攻撃に遭う。でもその攻撃よりも強いパワーを持ってそれをぶち倒して進んでいかないとヒットはしないわけですよ。虚像と実像が交錯する世界、松浦はその狭間で走り続ける。虚なのか実なのかわからない、わからなくなりましたね。毎年8月、日本最大級の野外ライブ A ネーションが行われる。この日を待ちわびたファンが巨大な会場に詰めかけた。今日は誰見に来たの？くーちゃん。あゆーです。くーちゃんです。あ、もうこのためにも仕事も頑張ってきたみたいな。何ヶ月も前から楽しみにして。あ、はい。全国5カ所を回るライブツアー、28万人もの観客を動員する一大フェスである。8時間に及ぶライブ、開演直後松浦が入った。
ABEX グループホールディングス社長松浦雅人45歳。斬新な経営スタイルで音楽業界に革新をもたらした若きカリスマである。起業からわずか21年、日本を代表する総合エンターテインメント企業を作り上げた。ライブには ABEX に所属するアーティストが矢継ぎ早に登場する。まあ、経営のまあ理念とか哲学みたいな、哲学みたいなものってありますかっていうとさ、よくさその、まあ、ちゃんとした会社の社長はさ、なんとかですわって言うじゃないですか。そういうのってないんですよ。でもいっぱいあるんですよ。それも変わるんですよね、その時々によって。今もうちょっと思いつかないんですよ。思いつかない。でもあるよ。あ、でもあるんだ、うん、あ、お久しぶりですね、ABEX の皆さん。アーティストやタレントとも友人のように接する松浦。もう笑い芸人とばっかりやろうね。違う、太いですね。そうですね。反逆の一言はないよ。言われっぱなし。まあ、バラエティとしてはやっぱり。これも彼独自のスタイルである。アーティストのパフォーマンスや観客の反応を見るために会場の最前列へ向かう。するとステージに接近しカメラを向け始めた。そしてひたすらシャッターを切る。カメラを試してんだって別に誰でもよかったんだよ。で、言っても文句言わないですね。バイで言ったら文句言うから。ガールネクストドア、今松浦がプロデュースを手掛けているユニットである。デビューから1年、脚光を浴び始めている。あのね、キャラクターが出てないんですよ、全然まだ。本人の性格とかどんな人だとか、どういう、それが表に出たら、うまく出せたら、俺は直に話してるから、売れる子、売れない子、嫌われる子、嫌われない子って分かる。嫌われない子だから。だけど、それがね、うまく出てないんですよ。出たら売れるよ。